大丈夫でしょう。うわ、疲れた。ねえ、ところでリムルル。なに？今思ったんだけど、ここはどこ？知らない。知らないって、ただ夢中で走ってただけ。そうだよ。え、そうだったっけ。ごめんごめん、あんまり覚えてない。もしかして迷った？私たち。そうみたい。なるんじゃない？姉様が見つけてくれるよ。はい、そうだった。姉様に見つかったらまずいんだ。これは難しい問題だ。私、今すごく見たくないものを見ちゃった気がするんだけど。何？マナリ。あそこ。心配ないよ。クマなんか私がちょちょいのちょいで追い返してやるわ。信用してないな。こう見えても私は氷の精霊の力を借りることができるんだからね。今ここで実演して見せてやるわよ。それ、これなの。あれ？さっき
せたでしょ。今度疲れたって困ったな、こりゃ。困ったなぁじゃ済まないわよ。大丈夫大丈夫、クマなんてね、そう簡単に出会ったりしないんだから安心しなさい。私には分かりません。私にも分かりません。そんなこと言われたってさ。話し合いましょう。は？クマさんと話し合うの。誠意を見せればきっとクマさんも分かってくれるわ。ねえ、誰かクマ子知らない？よし、それじゃあ勘で喋ってみるね。ガオやればできるのね。あっち行ってって言ったの今。ってこっち来てるよ。全然通じてないじゃん。よう、へへへ、悪かったな。少し脅かそうと思っただけさ。よくできてるだろう、これ。バーカ、あんだけ派手に逃げりゃお前らだってバレバレなんだよ。精霊を騒がせた犯人もな。それにしてもリムルルの逃げ足は早いな。ま、ママ母が追っかけてきたからな。どこまで逃げられるかな。そうと、マナリは珍しく落ち着いてるじゃないか。一体どうしたんだ？なんだよ、脅かして悪かったよ。そう怒るなって。
マナリン？わりわり、よっと。助けて、ヤンタム。クマゴは難しいよ。騒がすようなことはしてはダメよ。はーい、もうしません。あと、帝たちを置いて自分だけ逃げるなんて、あれがもしも本当のクマだったらどうするの？この時期はクマは危険だって分かっているんでしょ？あなたは帝よりお姉さんなんだから、そういう無責任なことではいけません。はーい。ところで、どうして精霊を騒がせたりしたの？心配かけちゃったみたいね。私さえしっかりしていればこんなことにはならなかったのね。ありがとう、ミカト。
まで一番大きくて一番お年寄りの木なのよ。この木はね、もう何千年もカムイコタンの山を見守ってくれているの。雨の日も風の日も雪の日もずっとずっとね。私もこの木のようにずっとずっと自然と共に生きて、カムイコタンのすべてを見守っていたいな。木の幹に耳をつけると鼓動が聞こえるのよ。ねえ、一緒に聞いてみようよ。幹に耳をつけてみて。木が生きている証なのよ。鼓動が聞こえるでしょ。こうしていると安心する。そこまで。まあまあね。